水野さとし役の馬場亮吾です。よろしくお願いします。そうですね、やっぱり今回、第1弾目の東映ヒーローネクストステージということで、東映さんの、ヒーロー出身である役者が集まって舞台を作ろうという企画の、第1弾目に呼ばれたことはすごく光栄ですし、やっぱり僕もね、戦隊、今回スーパー戦隊の出演者が多いんですけれども、すごくそのスーパー戦隊はやっぱり代は違えど、こう歴史がこう積み重なってる中で、結構先輩だったり後輩だったりっていう、この縦のコミュニケーションも結構ある中で、こういう舞台が今回そのね、入り混じって恐竜ジャーのメンバーを思うとして、またいろんなメンバーが集まってできるっていうのはすごく楽しみですし、やっぱりこれは全くゼロから舞台を作り上げるんですけれども、やっぱゼロからじゃなくて、今までのその一緒1年間現場は違えどやってきた、その共通認識があったりとか、そういうところでのこの、なんだろう、すごく理解が、お互いこう意思疎通ができている状態でこの舞台を作るっていうのはすごく楽しみですし、で僕もこの今回劇団バズーカ水野さとしとして、新しいキャラクターとして、いい意味でこうこの劇団バズーカを引っ掛け回したり、新しいキャラクターとして確立できるように頑張りたいなと思います。今回はですね、東京公演だけなんですけれども、短い期間ではありますが、このね、いろんな個性の強い役者たちが揃っています。この化学反応を見事に2乗3乗4乗5乗6乗7乗とね、日を重ねるにつれて上がっていくでしょう。そのパワーをお客さんの前で、こう舞台上でパーンって皆さんにね、出したいと思いますので、ぜひぜひ劇場でお待ちしておりますので、皆様ぜひ、ご感激くださいということで以上、お待ちしております。